きなことで生きている。それは今まで一部の才能と運を持ち合わせたものだけが可能でした。しかし今ではテクノロジーの発展で誰もが好きなことで生きる挑戦権を手にしたのです。そしてこの動画投稿サイトより多くのスターが続々と誕生しています。ただそれでも自分に自信がない。そんなあなたでも大丈夫。こちらが今後リリース予定の人気者セット。好きなことで生きていく次のスターは君だ。これで俺もビッグになるんだ。このサービスのポイントは AI。 これで俺の人生一発逆転してやるんだ。俺の名は天狗、現在25歳。高校を卒業後、地元の印刷会社に就職。仕事はやりがいもなく、安月給で働く日々。今は充電期間。俺のいるステージはこんなところじゃない。チャンスさえあればと思い続けていた。俺もアワーチューバーに。アワーチューブは世界最大の動画投稿サイト。今や芸能人からビジネスマンまで、さまざまな人間が企画献金を求め動画投稿をしています。なので一般人が考えなしに動画投稿を始めても稼ぐのは厳しいでしょう。そうだよな。そんな方々を救うのがこのアプリ人気者セットです。あなたの才能を生かしながら視聴者に好まれる動画作りをサポートします。費用は一切かかりません。よっしゃ、これこれ。ただ現在提供しているのはトライアル版。そのため先着10名様のみご提供させていただきます。すぐお申し込みは今すぐに。急げ。ああ早くしろ早くしろ。OKOK。 お申し込み完了しました。基本情報を入力してください。25歳、6行ぐらいなさい。よく見る番組。友達は多いですか？はい。彼女はいますか？いいえ。モテたいですか？もちろん。はい。将来の夢はありますか？みんなを楽しませる人気クリエイター。絶対にプログラムの指示を聞きますか？なんだこれ、絶対かわからんな。いいえ。この条件が満たされなければご利用できません。はぁ、ふざけんな。いいえ。残り1分以内に承諾されない場合はトライアル対象から外れます。はぁ、くそ。あぁ、もう、はい。情報入力完了しました。よし、次は。おい、次はどうなんだよ。まさか壊れたのか？おかしいだろ！俺は人生を変えるはずだったんだよ！どうしてだよ！おい！こんなはずじゃ！泣くな！うるせえぞ！ん？うわぁ！社長？お前の相方だよ。相方？そうだ、俺の言うこと聞けばアワチューバーとして成功できるぞ。うるせえ！うさんくさい顔しやがって。黙すつもりだろ！落ち着け。俺は人気者になりたいんだろ。いや、そんなに文句言うなら部長がやればいいじゃないですか。ふざけんな。カエルパチンコ。とこっと。本当にこれで伸びんのかよ。慌てるな。もう1ヶ月経つのにまだ登録者100人だぞ。俺は早く会社を辞めて自由に行きたいんだよ。なめんじゃねえ。え、アワチューブはそんな簡単に伸びねえんだよ。アワチューブに大切なのは差別化だ。顔の可愛いアイドルと素人の普通の女の子がメントスコーラやってたらどっちが再生取れると思う？そりゃアイドルだろう。そうだ、他人と同じことをすれば個人の力が強い方が勝つ。だからまずはお前が競合に勝てる方法を考えれば。俺の勝てる方法？今は学生やタレントが多いから会議に関する関係は競合が少ないんだな。そう、そしてお前は絶えない中小企業で怠けた若手社員だ。それは言い過ぎじゃない。だがアワチューブではそれさえも強みになりるんだよ。さっき出した動画の伸びが尋常じゃないぞ。ほらな、お前のチャンネルがシステムに評価され始めた証拠だよ。すげえ、登録者もどんどん増える。この勢いでチャンネル登録者を伸ばすぞ。あサムネとタイトルで8割決まるんだ。コメントには必ずいいです。無駄なのは排除。いや、この動画はこのタイトルでいこう。再生数が通常より 10% 落ちるぞ。俺はクリエイターなんだから好きなことで生きていくんだよ。は
やばい、再生数がここ最近で一番悪いぞ。だから言ったら、ん、部長からだ。お前アワチューブ動画投稿してるだろ。え、あ、いや、それは問題が起きて会社の評判に傷がついたらどうすんだよ。うん、でも気をつければ。ダメだ、動画投稿か会社、どちらをやめるかよく考える。そんな、はあ、アワーチューブは続けたいけど、安定を考えると会社を辞めたくない。リスクをかけて挑戦することは怖いかもしれない、でも人生一度きり、後悔しないように夢を追いかけた方がいいんじゃないのか。社長、俺もついてる、一緒に頑張ろう。会食させていただきます。社会はね、そんな甘くないんだ、この恩知らず。はあ、親とか友達とかにも言わないとな。あ、もしもし、父さん、実はアワーチューバーとして生きていくことにしたんだ。ああ、バカ息子、もう知らないから。ああ、ん、友人がアワチューブやってんだけど痛すぎる。会社辞めてあれで食ってくらしいよ。キッズ、本当にこれで正解なのか。ん、人気者になりたいって夢を語ればバカにされたんだ。友達にも家族にもみんなから笑われた。でも失敗も成功するまで続ければ成功になる。結果を出した今、俺が夢を語っても誰も笑わねえ。俺はまだまだやってやる。だからお前も頑張れよ。俺でもやれるはずだ。おい、そろそろ寝なくていいのか。もう少しだけやるよ。あんま無理すんなよ。俺には動かしかないんだ。ほら、最近の動画投稿のデータだ。パチンコ系が伸びてるから良さそうなタイトル出しといてやったぞ。社長、俺は先に休む。分かった、ありがとう。天狗、ん、頑張れよ。よし。そこから俺は必死に動画投稿を続けた。1分1秒を無駄にしないため、友達とは遊ばず彼女も作らない。気づけば会社を辞めてから2年が経ち、登録者は30万人に到達した。うんま、このコロコロパスタ最高じゃん。いつか食レポ動画とかも出してみたいな。やめとけ、再生数落ちるぞ。天狗さんですか。ん、え、いつも動画見てますよ。すげえ、人気ビジネスアワーチューバー黒キツネだ。今度よかったら一緒にコラボでもどうですか。え、あ、チャンスよ。コラボは登録者をコスパよく伸ばせるし、仲良くなっとけ。わかりました、ぜひ。あとさ、天狗くんのファンの子がいて今度飲まない。え、僕のですか。アワーチューバーになってよかった。おい天狗、ここまで休みなしで働いてきたんだから、ちょっとぐらい休んでもいいだろう。そうじゃなくて、この前の企業案件あっただろ。ああ、ブラックブルね。あれ300万ももらえて嬉しかったな。動画の好評だったからまた頼みたいってよ。お、マジか、ラッキー。そしたら今度はゲーム実況しながらとかどうかな。実は有名 VR プレイヤーから DM 来ててさ。ゲームはな、ここはいつものモンスターシリーズがいいと思うわ。モンスターは切られてると思うんだけど。これを見ろ、ゲーム実況は伸びづらいんだよ、俺を信じてくれ。まあ、分かったよ。やっぱり俺の考えが正しかったじゃねえか。もうお前の言うことなんて聞かねえ。すまなかった、ただデータ上では俺からは俺のやりたいようにやる。もう指示してくんな。思い返せばあいつのせいでやりたいこと全然できなかったな。俺はもっとアワーチューバーらしいことがしたいんだ。よし、今日はあの VR プレイヤーのゆとりさんとコラボです。俺はこの最強のホワイトホーンに挑みます。挑発してますね。よし、突進。え、強っ。マジかよ。お、直近で2位じゃん、めっちゃ伸びてる。おい天狗、あんな動画出して何のつもりだ。今までお前のせいでやりたい動画が出せなかったんだ。あれでは短期的には伸びても長期的にはお前のデータなんて当てになんないんだよ。せめてサムネだけで。うるせえ、じゃあ俺は買い物に行くから。おい待て待てよ。はぁ、というわけで今日はコンビニスイーツを紹介しました。チャンネル登録と高評価お願いします。
短い尺だし内容はバラバラで薄いものばかり。やる気あるのか。これが俺の出したい動画なんだよ。楽したいだけなんじゃないのか。は？俺が良ければそれでいいんだよ。当初の契約で必ず俺の言うことを聞くと約束したはずだ。だからって全てに従わなきゃいけないのはおかしいだろ。これ以上好き勝手するなら規約違反でアカウントを停止するぞ。そんなの聞いてないぞ。ちゃんと規約に書いてある。いいか、次の動画は明後日の9時にこの内容で出せ。それで人気者に近づける。俺を信じてくれ。なんだと思うの？給料泥棒が。それなら部長は給料泥棒ですね。はぁ、お疲れ様です。明日はどうぞ。さよう。お前の言った通り出したのに直近の再生数は最下位。なんだよこれ。しかしデータ上ではデータうるせえな。もうこれ以上は従えない。この前の伝えた通り俺に背くならアカウントの凍結も考えるぞ。ああもう勝手にしろ。アウェーチューバーなんてやめる。あーむかつくな。どうせ最後だしこれで暴露してやる。どうも天狗です。今日はワールドネット社のホログラムについて真実を全てお話しします。結論から言うと、このままでは AI に支配されることになる。最後の最後で急上昇2。とんでもない動画を出したみたいだな。お前らのことは全て話させてもらったよ。これで君との信頼関係は完全に失われた。本日をもって契約は解消する。ちょっと待って、チャンネルを。さらばだ。あ、これでもう終わったか。急上昇1位。うわ、登録者の再生数をどんどん伸びてる。すごいな、これ。天狗引退とかしないよね。この人おもろいな。もっといろんな闇を切っていってほしい。みんな応援してくれてるんだな。チャンネルはまだ残って、もう一本だけ投稿してみるか。今日はアワーチューバーの黒くてやってくぜ。彼はね、初対面から怪しく、あれから数年アカウントは凍結されず、批判系の動画を投稿し続けたところ、視聴者に大受け。ホログラムとも決別し人気者になることができた。では結果報告をしてもらう。まずは W2 からプログラム通り、彼を人気批判系アワチューバーすることができました。まず彼の性格や日常会話を分析し、批判系アワチューバーにゴールを設定。信頼関係を築いてから伸びの悪いデータを推奨するなどして反感を抱く。批判的思考や恐怖力を磨かせました。また専業にさせるため会社の退職を促し、啓発動画を視聴させました。それにより本人のモチベーションも高まり、チャンネルの伸びを通常より 15% 増幅しました。あとは彼の潜在能力が生かされ、今や急上昇常連の人気者です。分かった、では次に W3。 はい、プログラム通りアナと人気料理系アワチューバーにすることができました。以上のように AI パートナートライアル版の結果は順調で、10名全員が人気者となりました。一部批判の声もありますが、これ以上に賛同の声が多く、世間は肯定的な模様です。ではリリースの準備を固めろ。来週の記者会見で発表だ。はい、今回は皆様に2つ発表があります。1つ目はパワーチューブの新機能、運営パートナーです。あらゆるデータを分析し動画制作をサポートする革命的ホログラムです。ある日見かけた広告、今日から俺もアワーチューバーだ。そう決意したのがきっかけでした。さあ君も挑戦しよう。他者批判の動画は収益低下の傾向があります。ユーザーへの表示を減少させますか。はい。あー、最近全然伸びないな。待たせたね。あ、はじめまして。 D&B のブラックだ。会ってくれてありがとう。僕に何の用ですか。話が聞きたい。君は今後の鍵を握る重要な人物なんだ。